というわけでございまして、このモンスターエナジーっていうものを飲んでみたいと思います。さすがに7月というわけでございまして、こっちは取ってやるとよっといきます。なんかね、柑橘系みたいな味がします。原材料を見るとリンゴ、オレンジ、桃、パイナップル、ブドウと書いてあります。形これですね。もう一回、なんか人参っぽい味もしますけど、まずくはないです。これ1本200円するんですよ。名古屋駅ただで配ってました。なのでもしかしたら今のうちなら名古屋駅あるいは大きい駅行けば売ってると思いますよ。ぜひともね、買ってみてもいいんじゃないですかね。エナジーモンスターエナジージャパン合同会社で発売しているこのモンスター、ぜひともお買い求めを。まあ、レッドブルーよりはうまいかな。どうだろう、レッドブルーどっちもいいや。でも果汁が 50% 入って